ただ今から厚生労働委員会会を開会いたします委員の異動についてご報告いたします本日までに小川俊夫君牧山弘恵君および石井みどり君が委員を辞任されその補欠として大久保幸重君枝さつき君および藤川雅人君が選任されました健康保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします 本案に対する質疑は既に終局しておりますので、えー、これより討論に入ります。えー、ご意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。田村智子君。 私は日本共産党を代表して健康保険法の一部を改正する法律案に反対の討論を行いますその理由の第一は協会憲法への国庫補助率16.4%を2年間の暫定措置としていることです本法律では協会憲法への国庫補助は本則で16.4%から20%とされていますこれを不足で13%に引き下げているのですからこの不足を削除し16.4%以上の国庫補助率を恒久的な措置とするのは当然のことです協会憲法に仮 入,入している事業所の4分の3は従業員9人以下という中小零細企業です費用者保険の最後の受け皿であり社会の重要なセーフティーネットである協会憲法を国の適切な国庫補助によって支えなければなりませんとりわけ労働者の賃金が下がり続け一方で医療の高度化等により医療費の支出は増額準備金が枯渇する3年後には協会憲法の保険料率は大幅な引き上げとなることが危惧されています国庫補助率は本則の下限の16.4%ではなく上限 のままで引き上げることことそ求められています反対の理由の第2は高齢者医療制度支援金の総報酬割の措置を継続していることですこれは本来国が負担すべき財政支援を憲法組合共済組合に引き続き肩代わりさせ負担増を強いるものであり問題ですなお労災保険の適用がない自己事例を健康保険法上で給付対象とする措置は社会保障制度の谷間の問題を解決するものであり当然です最後に協会ののの財政の一番の問題は労働者の 賃金が下がり続け保険料収入源を招いたことにあります大企業の下請いじめを厳しく取り締まる中小企業での賃金引き上げを支援するなど省庁の垣根を取り払った政策を求め反対討論を終わりますほかにご意見もないようですから討論は終局したものと認めますこれより採決に入ります健康保険等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います 多数と認めます。よって本案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。この際、足立君から発言を求められておりますので、これを許します。足立信也君、はいえー、私はただいま可決されました健康保険法等の一部を改正する法律案に対し、民主党・新緑風会、自由民主党および公明党の各派共同提案による付帯決議案を提出いたします案文を朗読いたします。 健康保険法等の一部を改正する法律案に対する付帯決議案。政府は本法の施行にあたり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。一、後期高齢者医療制度及び前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整による拠出金によって、運営に困難を期待している保険者に対する財政支援を、同法案の措置期限である平成26年度までの間、継続し、かつさらに充実すること。二、 高齢者医療制度に係る保険者間の費用負担の調整については、その再構築に向け、広く関係者の意見を聴取するとともに、若年者の負担が過大なものとならないよう、公費負担を充実すること、3、協会憲法においてはついては、中長期的な財政基盤の強化を図るため、国庫補助率について、健康保険法本則を踏まえて検討し、必要な措置を講ずること。 四国民健康保険制度については、適切な財政支援を行うとともに、平成二十七年度からの都道府県単位の共同事業の拡大の円滑な実施に努めること、右、決議する、以上でございます、内藤委員閣議のご賛同をお願い申し上げますただいま、足立君から提出されました付帯決議案を議題とし、採決を行います。本付帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 多数と認めます。よって、足立君提出の付帯決議案は、多数をもって、本委員会の決議とすることを決定いたしました。ただいまの決議に対し、田村厚生労働大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。田村厚生労働大臣。えただいまご決議になられました付帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして、努力いたす所存でございます。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認め、作用決定いたします。